アンドルはフランスペイドラロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県におけるアンドルの位置・アンドルの衛星写真歴史的なブルターニュの一部でペーナンテに属する。コミューンは三つの島の町とも呼ばれる。南都の西区から約2キロメートルのところにあり、南都の都市圏のうち2番目に面積が小さい。 ロワール川の川床にまたがって位置し、町が発展する前は古い河川敷であった。ナントとアンドルは共に川口の両岸にコミューン面積がまたがっている。2010年の INSEE がまとめた順位表によれば、アンドルは都市型コミューンで、ナント都市単位を構成する24の万流のコミューンの一つである。かつての漁師の町は、ナンとの下流 8km のところにあった。 アンドルはもともとロワールの川どこの中間にある3つの河口岩質の島から構成されていた。川の様々な改修に伴い、バスアンドル島とオートアンドル島は北岸とくっつき、アンドレ島は南岸とつながった。バスアンドル島とアンドレ島の間をフェリーが往復している。コミューンの島精神は今も生き続けている。エンドラという名称が用いられるのは少なく、 住民たちは、かつての島の名で土地を呼ぶのである。バスアンドル島は最も住民が多く、標高が高い。ボートの形をした島で、グランリュという大通りに向かって、多くの工事が交差し上がっていく。オートアンドル島はかつて漁師、船員、水先案内人、船長らが暮らす島だった。オートアンドル住民の大半がボートを所有している。これは、 ロアール川の洪水の危険が絶えずあるためである。ロアール南岸にあるアンドレ島は最初にメルクール城と呼ばれる城があった。18世紀終わりから国立の交渉があった。エンドラという名はラテン語のアントルームから来ている。840年にはアントルームそしてアントリンスモネステリアムとなった。1144年にはアンドラ、エインドレに代わり、1638年には エンドラとなった。ガロゴではインドアとなる。18世紀終わりのカッシーニ地図に描かれたアンドル・サンテルムラン教会5世紀終わり、490年に南東を包囲することになるサクソン人たちが島を要塞化した。630年頃、南都市教、パスキエは南都近くに修道院を建ててほしいという住民の願いを自らの思いと重ね、教会を収めていた。 好意聖職者は、フォンテネル修道院の修道士であった聖アンスベールを送った。修道士たちが選んだ、なんと近郊の所定の土地に定住することを許可するというメッセージを携えていた。エルムランは、ブルターニュに修道院を創設するすべての資格を携え、任命された。彼は二人の兄弟修道士たちと一緒に、フォンテネル修道院を出発した。 なんとに到着すると、修道士たちは、ロワール川を下るため二隻のボートに乗船した。すぐに、彼らは島に上陸した。それは、バスアンドル島であった。そこは、鬱蒼とした森で覆われ、その周りすべてが草原で囲まれていた。エルムランは島にホラー穴を見つけ、そこを、アントルームと呼んだ。彼は、第二の、より小さな島を訪れ、アントリシニアムと名付けた。 パスキー司教と協議した結果、エルムランはアントルーム島に修道院を築き、聖ピエールと聖ポールを称える教会を二つ建てた。彼は任務を670年から678年の間に終わらせた。680年、司教、アガテは修道院をベネディクト会に与えた。843年、修道院は南東を略奪してロワールを下ってきた。 ノルマン人に破壊された。その後地には招集動員が建てられた。1005年、南都博ビュディクはアンドレ島に城を建てた。1026年には、この城で彼の妹ジュディットとコルヌワイハク・アランカニアールの結婚式が挙げられた。15世紀、アンドレ島はブルターニュ港の領地だった。ジャンゴ世とフランソワ一世はエタンプ伯爵夫人、マルグリット・ドルレアンに城を与えた。 アンヌ・ドブルターニュの結婚によって、島はフランス王領となった。1588年、アンリ2世は島をメルクール公、フィリップ・エマニュエル・ド・ロレーヌへ与えた。彼が城を修復した。その後、ルイ・デュプレシが島の持ち主となったが、彼がルイ13世と領地交換を行ったため、島は王領となった。1650年、摂政アンヌ・ドトリッシュは土地と城を アパナージュとして、アブラム・デュケーヌへ与えた。彼が、ジロンド川川口で、イングランド・スペイン連合艦隊を破ったことから、彼が、戦いのため負担した、武装の準備金の保証としてである。しかしデュケーヌはユグノーであったため、なんとの直令の廃止後に、スイスに亡命してしまった。百七十七年、大砲を製造するための王立海軍交渉が閉まり、設置された。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カシニー2004年以降 INSEE ありがとうございます。